はい、どうもこんにちは、キトです。大数学のシャープ Q で、今回は直接、直積と選択公理と呼ばれるようなものに関して見ていきたいと思います。で、直積と似たようなもので、以前直和というような集合としての直和、ディスジョイントユニオンというようなものを定義しましたが、それは何だったのかというと、A または B で、A かつ B が、A かつ B が、空集合となるような、要するに共通部分がないような時に A と B を合わせてきたものを直和というふうに言うよというような話をしました。で、それとちょっと似たような話で、直積と呼ばれるようなものがありますので、そちらを見ていきたいと思います。で、まずは、まあ、簡単な例で、ちょっと複雑な、話も後半にやるんですけれども、まあ、とりあえずはイメージとしてはこんな感じだと思ってくれればいいのかなと思います。で、とりあえず記号として A×B みたいな感じで書きますが、この時に A っていうのをラージ A の B 弦、AB っていうのをラージ B の弦という風にしてあげて、で、この括弧 AB という記号っていうのは初めて出てきたと思うんですけれども、これのことを順序対という風に、言います。で、どういうことかというと、集合においては、AB っていうのと BA っていう集合は同じだったんだけれども、まあ、この順序を考えてあげて、左側に A、右側に B っていうのと、これっていうのは別物だと。中括弧にすると集合で、それにおいては変わらなかったんだけども、ここをちゃんと順序を区別しましょうねっていうような対として、順序対というふうに言います。で、A、B っていうのと、まあ、A' B' というふうに書きましょうか。じゃあこの順序対が等しいよっていうのをどういうふうな定義にするのかっていうと、これっていうのを、A イコール A' かつ、AB イコール B' と定めるよと。なので、この順序対っていうようなものの集合にするんだけど、この順序対っていうのは、左側の数字、右側の数字、まあ数字とか左側と右側両方とも同じものが来た時に同じだというふうに見なした時の、この対の集合っていうのを A×B というふうに書いて、これっていうのを A と B の直積というふうに言いますよと。いうのが、とりあえずの直接の直積の定義です。で、これが一番身近な例っていうのが、あれですね。高校の例で言うと座標平面と呼ばれるもので、まあ、例えばなんか、22みたいなっていうものは、これっていうのは、要するに、実数かける実数の、まあ、この直積のことであるわけですね。で、これはいわゆる点の集合で、A っていうのが実数で、B っていうのは集合で、B っていうのも実数で、X 座標、Y 座標というふうに呼ばれていたもので、例えば、要するに、X 座標が等しく、Y 座標が等しいときに初めて、この2つが同じだよというふうに定めたものが、この XY 平面と呼ばれるものであったんですけれども、まあ、それと同じようなものの集合における一般化みたいなものが、この直積と呼ばれるものであります。で、これっていうのは今一応 A と B という2つだったんですけれども、まあ別に2つでなくて、一般に N 個でも別に問題はなくて、N 個の場合は A1 から AN の順序対で、AI というのが、AI っていうのが、ラージ AI に含まれるような、こんな対の集合で、まあ同じくすべて、第1成分、第2成分、第3成分、第 N 成分、すべて等しいときに、等しいよというふうに定めたときに、この順序対の、集合を直積というふうに定めます。で、ただ、これだとちょっと問題があって、要するにこれは有限個の直積であればこれでよくて、例えばじゃあ無限個の直積だったり、その無限個っていうのが要するに、この素因自体は前回やったように集合形で別に有限個とか、自然数とか素に限らず別に実数でもなんかの集合でよかったわけであります。つまり、一般に、こういうのを定義したいわけです。ラムダで添え字付けられた集合 A ラムダたちの直積っていうのを何らかしらの定義を与えたいわけなんですけれども、ただ、こういうふうに1個目、2個目、N 個目っていうふうに並べられるのは、要するにこの添え字が要するに普通の数として有限個に定まっていたり、まあ1から、まあ点点点を使えば要するに無限個でも定められるのかと思いますが、じゃあ例えば実数とか複素数を添え字というふうにしたらどうすればいいのかっていうと、全く同じような、定義の仕方っていうのはちょっと厳しいわけでありますね。なのでこれ前回の発想と同じなんですけれども、じゃあここで A×B の定義を改めて別の見方で見てみましょうと。で、ちょっと A×B という風にするとちょっと、添え字の管理があれなので、A1×A2 という風にとりあえず2つで見たいと思います。で、これをまた別の捉え方をしてみたいと思いますが、どういう風にするのかというと、これっていうのをとある写像という風に、要するにまあ F という写像で、これっていうのは、
1、2から、A1 または B1 というふうにしますか。A1 または B1。あ、A1 または A2。A の、写像で、F1 っていうのが A1 に入っていて、F2 っていうのが A2 に入っている、こんな写像と、この写像の集合だというふうに思うことができるわけです。で、いきなりこんなこと言われてもピンとこないと思いますので、とりあえずじゃあ、一番身近な例として書いた、じゃあ、R×R で見ていきたいと思うんですけれども、まあ、これを、R1、R2 というふうにしましょうか。まあ、どちらも同じではありますが、1番目と2番目ということで。で、これっていうのを、これっていうのはどうなるのかっていうと、ここに例えば、まあ、2、2という点があるっていうような話をしたんですけれども、これっていうのは、1から2から、R または R なので、まあ、今回は別に R でいいんですけれども、っていうような F で、1を入れると2が出てきて、2を入れると2が出てくるよ、というような感じで、これが要するに X 座標、これが Y 座標、みたいなものの、こういう写像。で、他に、例えば4、マイナス1というような点っていうのは、1を入れると4、2を入れるとマイナス1。第1成分、要するに X 座標が4で、Y 座標がマイナス1となるような、こういう写像と、1、2からこの R への写像だというふうに思うことができるわけです。なので、一般に、A1 と A2 の直積は1と2。何か添え字の、じゃあ1番目の、要するにこの対で言う1番目のやつを決めるんだけれども、その行き先は、1つ目の方に入っていて、2つ目の決め方っていうのは行き先が2つ目に入っているよと。で、この一般化をしてあげると、まあ、同じように A1×AN っていうのはどうなるのかというと、F という集合で、これっていうのは1から、N から、直は、i イコール1から n まで。i イコール1から n までの ai たち。で、fi というものが ai に含まれるよと。これは任意の i に対して。というような、こんな集合と思うことができるわけです。で、こういうふうに定義をしてあげると、じゃあここがラムダになっても全く同様の定義ができるわけなんですけれども、要するに、ここは写像の集合。で、どういう写像かというと、ラムダから、A ラムダの和集合への集合で、どんな集合なのかというと、任意のラムダ、インラムダに対し、F ラムダというのが A ラムダに入っているよ。こんな写像の集合というふうに直積を定義することができるわけであります。なので、まあ、こっちの方が分かりやすい定義ではあるんですけれども、一般化してここは何でもいいよっていうように定義をするためには、まあ、別の定義としてこういうふうに定義しましょうねというのが、これが一般的な直積と呼ばれるものの定義であります。はい。で、この直積に関しての、まあ、公理ですね、これは。で、選択公理と呼ばれるものがあります。で、これがどういうものなのかというと、任意のラムダに対し、A ラムダっていうのが空集合でないんだとすれば、この直積っていうのが、空集合でないよというのが、この選択公理と呼ばれるものであります。で、公理って何かというと、要するに、まあ、それは証明はできないんだけれども、まあ、それは、仮定して進めていきますよという、まあ、前提としてもう認める事実として進めていくものを、まあ、公理というふうに言いますが、要するに、まあ、これは証明はできないんだけれども、これを認めて進めていきますよというようなお話であります。ちなみに僕はあまり詳しくは知らないんですけれども、公理系と呼ばれる集合に関しての仮定していい条件っていうのがある中で、それだけだと、こいつを証明することはできないっていうところまで証明できているそうです。要するにこの事実を証明しようと思ってもそれは無理だというところは証明できているので、要するにそれ以外の別の公理が必要になるよということで、じゃあこれも加えますか加えないかという話で、まあほとんどの人が加えるということを、加えて議論を進めていく場合が多いので、まあ僕もっていうかまあ普通にやっていくのであれば認めると思いますので、まあこいつは公理に加えて進めていきたいと思います。で、なんかこういうふうに、いきなりこういうふうに抽象的な定義やってこんなこと言われると、あんまりピンとこないかもしれませんが、なんかこういうふうに写像っていうふうに言われると、なんかちょっと一気に抽象的な話になってくるんだと思うんだけれども、要するに、A ラムダたちが空集合でなければ、まあ要するに、
この弦が存在するよっていうことなんだけれども、じゃあこの弦が存在するっていうのはどういうことだったのかというと、2位のラムダに対して A ラムダの弦をが A ラムダの弦 F ラムダっていうのが取れますよということで、要するにどんな A ラムダの弦を一斉に選ぶことができますよということを言っているので、まあ、選択公理なんていう風な名前がついております。で、これそれぞれが全て空集合じゃなければ、まあ、なんとなく感覚的には A ラムダが空集合じゃないです、じゃあその弦を1個選んできましょうっていう風に選べば、まあ、なんとなく空でなさそうだっていうことは想像はできるんだけれども、で、例えば1個とか2個、要するに A1 が空でなく A2 が空でないんだったら、まあ、A1×A2A1 と A2 の直積が空でない、要するにこれは証明できるんですけど、要するに1番目と2番目のあれを決めてあげれば OK ですので、まあ、どうすればいいのかというと A でこれ B というふうにあるので、1っていうのを A2 っていうのを B というふうにな、F っていうのを用意してあげれば、これで、直積の弦になるよってことがわかるので、まあ、感覚的にはなんかもう、なんだろう、すごく当たり前なことを言っているような感じなんですけれども、ただじゃあここのラムダは何でもいいのかっていうふうにすると、まあ、なかなか難しいはずですので、まあ、これを一つ公理に加えましょうねというのが、ここから先、ここでのお話であります。はい。で、基本的には、これを認めて進めていきます。で、とりあえず定義として、まあ、この選択公理を認めるということにしましょう。そうすると、A ラムダっていうのが、空でないんだとすれば、この選択公理を認めてあげると、A ラムダっていうのも空ではないよということで、ここで、遮影と呼ばれるようなものを定義したいと思いますが、P ラムダ、というものをこの直積から A ラムダへの写像として、で、こいつが空でない何か F というのが存在するわけなんですけれども、これっていうのをこの弦 F に対して、F ラムダっていうのを、要するにラムダ番目の成分を対応させるよというような写像を考えてあげるんですが、この P ラムダのことを遮影というふうに言って、こういう写像が定義されますよと。はい。で、とりあえず、まあ、今日の主な話はこれで終わりなんですけれども、まず一つ、まあ、例、まあ、プロポジションと書いてもいいんですけど、まあ、一応この選択公理を仮定して得られる例として、まあ、もうちょっと選択するよっていうのが伝わりやすいような例として、こういうのを考えてみたいと思います。F っていうの写像として、これが前者だというふうにしましょう。そうすると、S という B から A の写で、S で送った後に、F で送ると、B の高等写像となるもの、となるようなものが存在するよということが実は言えます。で、これすごく当たり前なことを言っていて、要するに、F で送ると、何でもいいので、要するに、ここから適当に B 持ってくると、前者なので、まあ、複数行き先があるのかはわかりませんが、要するに、少なくとも B に行くような A の弦っていうのが存在するよっていうのが仮定であります。で、そのうち、B から A への射で、別に例えばこんな感じの2つあるんだとすれば、まあ、片方キャンセルして、じゃあこいつを、こうするというような S を考えてみましょう。そうすると B から A に行って A から B に行くので戻ってくるよっていうような話で、要するに複数ある中で1個選ぶことができますよっていうことが、1個選んで持ってきてあげれば、こういう風な射が作れますよっていう風な言っているだけなので、ある意味ではまあ当たり前っぽいんですけれども、ただじゃあこういう風に選べますよっていうような話っていうのは、要するにこの選択公理なわけですよね。複数ある中で、1個選んできますよっていうことが許されるのが、この選択公理の言っていることなので、これを仮定すれば、こういったことが証明できますよと。で、ちなみにこの S っていうのは、まあ、やるかどうかわかりませんが、もしやるんだとすれば、だいぶ後にやると思うんですけれども、まあ、セクションと呼ばれるようなもので、の頭文字で S という風にこいつは書かれることが多くて、まあ、ここでの、集合での写像以外でも、下群に置けるようなものであったりっていうので、なんか、よく使われるような
あの記号であります。はい、ということで正面を見ていきたいと思いますが、あらすじは今言った通りであります。要するに、S っていうのを構成したいんだけれども、 B から A に関しての S を構成したくて、じゃあこの弦 B に対して、要するに、それを打つような、A って、A の弦、A の弦っていうのが存在するよと。なので、このコーリに合わせてこういう風に書きましょうか。AB っていうのを F インバース B ということで、まあ、要するに B に行くような全体を集めてきましたよと。A の弦全体、B に行くような A の弦全体を集めてきましたよと。で、今 F っていうのは前者なので、これが空集合でないよということは保証されております。そこに打つようなやつが必ず存在するというのが前者の定義でありました。なのでこれは空集合ではありません。つまり、この選択公理から B っていうのを添え字とするような、AB たちの直積っていうのは空集合ではないので、要するにこの弦 F というのが存在して、この弦 F っていうのは何だったのかというと、B から、その和集合への射で、任意の B に対して FB っていうのが、AB に入っているようなものが取れますよというような話でありました。なので、何をするのかというと、この、B に対して、これは何を表しているのかというと、FB っていうのが、AB で、これっていうのが、ごめんなさい、F と書いてしまうと、この F に依存してしまうので、ごめんなさい。AB というのは F インバース B というふうにしたときに、これが空でないので、S というような、まあ、この S のことではあるんですけれども、S というふうに書かない方がいいか。まあ、G というふうなもので、B のもので、GB っていうのが、AB に含まれて、AB っていうのは F インバースの B のことではありましたが、こういうような、G っていうのが、取れますよというのがこの選択公理で言っていることであります。で、そうですね。そうか。まあ、別に S と書いちゃっていいのかな。S というふうに、こいつを書いてあげると、S っていうのは、B からここへの射で、SB っていうのは、SB っていうのは AB に含まれているので、一応 S 自体はここへの射なんですけれども、同じ記号を書いてあげて、B っていうのを、SB に移すような、SB というのはここでやったものなんですけれども、この SB に移すような S っていうのが持ってこれますよと。で、こういう風に持ってきてあげると、今 SB っていうのが F、AB の弦として持ってこれますよということなので、F インバース、AB の定義は F インバース B だったので、こうですよと。つまり、F の、F 丸 S の、B っていうものは、B という集合に、B という一元集合に含まれるよというのがこの記号の定義ですが、これっていうのは、B の行き先がこれ一元集合なので B でありますよと。つまり F 丸 S っていうのは B のアイデンティティですよということで、まあ、この選択関数、選択関数というふうに言うんですけれども、この弦 S っていうのを持ってきてあげればこういうふうにできますよということがこれで証明できました。はい、ということで今回シャープ Q ということで直積とその選択公理というものに関してのお話を見ていきました。まだまだもうちょっと集合に関しての準備が必要なのであれですが、そろそろだいぶ準備が終わりかけているので、そろそろやっと代数的な話に入れそうかなという感じが見えてきましたが、とりあえず今回はここら辺で。バイバイ。